日米最大規模の実動演習となる日米共同統合演習キーンソード25の一環で、陸上自衛隊第15旅団は29日沖縄県伊是名村の場外離着陸場で情報収集訓練を実施している。強い風が吹きつける中、風上に向かって自衛隊無人機スキャンイーグル2が飛ばされた。無人機はカタパルトから射出され、上空を旋回して西へ向かっていった。訓練後、無人機はロープを張った装置で回収された。